バルナの生新女終身大聖堂の内観バルナの生新女終身大聖堂はブルガリアの国会沿岸の港湾都市バルナで最大かつ最も有名なブルガリア正教会の大聖堂である公式には1886年8月30日に開かれた大聖堂はバルナとプレスラフの主教座でありバルナの象徴的存在の一つである新女とは 聖教会における聖母マリアを指す称号。生神女終身祭とは生神女の英民を記憶する祭りであり、これを記憶するのが生神女終身聖堂である。聖母秘書店の協議はカトリック教会のものであり、聖教会では秘書店の子は用いずあくまで終身との号を用いる。したがって当記事で扱う聖教会の聖堂に、 聖母非常天聖度等の訳を当てるのは誤りである。前景ロシアのコードンズコフ・コルサコフはバルナへ訪問している際、増大する都市の政教会新都人口に応じた大聖堂の必要性を感じた。不主教シメオンは新教会建設を準備するにあたり、場所の選定をし、資金、材木及び建築資材の確保するための委員会を選ぶための集会を招集した。 建設には30万から40万フランスフランが必要であると見積もられ、その大半は自発的な寄付によって賄われることが期待された。はじめに必要な1万5000フランはすぐに集まったが、ブルガリア政府は計10万レバを支給し、2レバの宝くじを15万発行した。当初はバルナ周辺からの資材が大聖堂の建築に用いられた。 市街の城壁が破壊され、石材として集められ、ファサードの資材は、付近のリュベンカラベロボとクマノボの両村から運ばれ、内部の柱は、近辺の石で作られた。外部の倉下の柱は、ルセの石が運ばれて使われ、アーチには、石灰岩の切り石が使われた。屋根を覆う銅板と、石材を運び上げるためのエレベーター用の歯車は、イングランドから運ばれた。 内観祖先は、ブルガリア校、アレクサンダルにより1880年8月22日に、ブルガリア人とアルメニア人の多数の参踏者を前に、した荘厳な式典が行われた後に置かれた。興味深いことに、ブルガリア校、アレクサンダルは、3ヶ月以下のケーを残すのみとなっていたすべての地元の囚人に対して恩赦を発している。 大聖堂の名として選ばれた聖神女就寝は、ブルガリアの講演者でありブルガリア校、アレクサンダルのおばでもあってその頃永民した、ロシア皇后、マリア・アレクサンドロブナを記憶するものであった。最初に選ばれた建設地を、公は木に入らず、代わりの建設地として、郊外の丘の上を施行した。庭園も整備することが可能であり、 街全体から大聖堂を見ることができる場所でもあった。大聖堂の計画は、ペテルゴフにある大聖堂に藩を取り、オデッサの建築家マーズの名によった。建設は、礎石が置かれてから直ちに始められ、以降6年を要した。はじめに、地元政府は、6000例場の契約を建築家と結んだが、すぐにより多くの出費が要求されたため、委員会は、 計画を建築家から買い取るとともに建設にあたって彼を雇用しないことを決定した。こうした事情により基礎はマーズの計画によっているが残りの建設計画は地元の建築家であるピーク・プ家が策定したものとなっている。大聖堂は2つの速廊と35メートル35メートルの規模によって特徴付けられる3つの振廊を持ちドームが交差する。 バシリカ様式として計画された。大聖堂の正面のイタリ聖書は、生新助修新に捧げられ、北側のイタリ聖書は、聖アレクサンドルネフスキーに捧げられ、南側のイタリ聖書は、ミラリキアの奇跡者聖ニコライに捧げられた。誰を建築の主体とするかの選定についての議論は1880年の夏に行われたが、ベリコタルノボのコリュフィジェトとの交渉は、 失敗に終わった。地元の建築家であるバシルイバノフが暫定的な案内を受けたが、長期的な調査の結果、ヤンコ・コスタンディが選ばれた。1884年3月15日、委員会はトリアブナの現所管ケフに建築を委ねた。大聖堂の建設はその後続けられ、9月に屋根が完成し、 教会の最初の方針例は1886年8月30日に取り行われた。バルナの生神女終身大聖堂完成後も内部の装飾は数年間続けられた。主教座はニコマブルディによるものであり、1897年に安置された。イコノスタシスはデバルヌ・イヴァン・フィリポフによって後に制作された。 分離した首狼は建てられないこととされ、ドームの一つが挙げられて、元の建物の一部が金のために変更された。金の重さは1.6トンと推定され、42枚の小さなイコンと3枚のイコンが、ニコライ2世からの贈り物として1901年にロシアから運ばれ、1904年に北側中央の扉のために8枚が追加されて、贈られた。 1911年に大聖堂の床は様々な異なる色のタイルによって覆われ、バルコニーは4年後の1915年に完成した。38メートルの高さの主楼は1941年から1943年の間に建設された。この時期にドームは現在の姿を撮るようになり、スチーム式の暖房が入れられ、屋根の構造にも変更が加えられた。 はじめ、資材の確保とこれらの集築のスポンサーとなる、受け置い人を見つけるのは困難であった。生信女就寝大聖堂の装飾は、廃炉の壁画を寄付したエヌロストフツェフ教授により1949年以降始められた。後に加えられたシャンデリアは、木調子ピークシュレフによるものである。大きな絵入りの窓は1960年代に追加された。 キュリロスとメトディオスが大きな南側の窓に描かれ、北側の窓には聖アンゲラリウスとオフリドの聖クリメントが描かれている。同聖のドームは6章によって損傷を受けていたが2000年の春に修復され、滅キし直された。同年、ファサードも修築された。ありがとうございます。